マージャン店をやる中でマージャン教室っていうのも当然マージャン店だからやってたんですよそこではマージャンパイの扱い方や座り方とかねそれからマージャンのルールとかマナーとか挨拶とかこういったのを教えてましただから「あ私マージャンできないんですけど」っていう人をアルバイトに採用したりとか「マージャンよくわかんないんですよね」って聞いたことはあるけども「どんなんしゃべですか?」ぐらいの人でも来ていただいて。 えー、原稿料原稿料じゃないわ授業料いただきながらねあのちゃんとマージャン教室で指導してたんですよつまり分からないっていうニーズに対しては分からせてあげるようなあやっぱりねサプライがあるんですよね供給がだから書道教室とか空手教室って素人からでも初心者でも歓迎でしょ未経験者は歓迎でしょアルバイトだって未経験歓迎じゃないですかだからできるできないじゃなくてやるやらないなんですよね いや私もね、マージャン店やりながら、パソコンで何かやるって考えたら、それは、パソコンの選び方よくわかんないから一番安いのは買うじゃないですか。で、1万4000円ぐらいのクローンブックの中古買ってきて、それで1億円稼ぐわけですよ。だってパソコン全部一緒じゃないですか。コピーペーストと YouTube、それから検索ができればいいんでしょ。それ以外の機能って今まで私使ったことないんですよ。コピーペースト、YouTube 検索。うん、それぐらいでしょ。なんか他にあるんですかね。 プロググラミンととかかししますかねしたことないですね。ね。たこないでアルゴリズムとか難しいのやったことないですねだから手持ちのカードだけで稼げなかったら手持ちのカードを増やそうと思ったんですけども手持ちのカードが増えなくても稼げるんで増やさなかったっていうのが今に至ってじゃあ無料の人流で稼げなかったらワードプレスしようかなと思ったら無料の人流で稼げるんでこれは次の世界に手出さないですよねいやできるんですよ でででききなければできるまでやる。まや分からなけれれば分かるる。る。までで考える調べるそれでいいいいんんんじゃなななでですすかかかかね。ね。それ以外なんかあるんですか、ね、分からないことをほっといて分かるようになったりとかできないことをほっといてできるようになったりい私は見ないです、ね、難しいっていうか珍しいと思いますよそういうのはね時が解決してくれるみたいなねないんじゃないですか時が解決してくれる間に人間の寿命終わっちゃいますよ100年ポチしかないんだから時間を大切にしていきましょういってらっしゃい